fixes everything. She loves to move, she loves to groove. 朝だぞ、帰ってくれ。報告を。その診断書には魔法の言葉はありませんね。南部組織尊重、レントゲンがどうだろうと関係ない。その言葉があれば依頼人に金が出る。いや、分かってないようですね。依頼人はあなたの会社を訴えるだけじゃなく、あなたも標的です、個人的に。いいですか、選択肢は2つ。今すぐ金を払うか、法廷でコテンパンにやられるか、賢い選択をして小切手を書くことです。お返事は今日中に。失礼、別の電話が入った。分かった、他には。ああ、情緒不安定な男か。今日だと伝えろ。公共の場でマス書いた？どの男？新しいやつ？どいつもこいつもやってるな。支払われてない？カードを受け取ってたろ。偽装？あのせこいマルゲ野郎が。すぐに金を持ってこないと、セントパトリックデーを刑務所で過ごすことになると伝えろ。ああ、待った。黙れ。いいのがあった。45線でバスが事故った記事読んだか。負傷者は18人だ。ああ、病院でインターンしてる若いのがいたろう。飲酒運転で何度も捕まってる。あっちに朝食があるから。いや、君に言ったんじゃない。ああ、ラミレス。そうだ。彼に電話して、被害者全員の連絡先を聞き出せ。集団訴訟の匂いがする。そいつに現場の写真も。取ってこさせろ。新聞社にソウルグッドマンは激怒していると伝えるんだ。この45線の炎の惨事に。今後はそう呼ぶ。出廷日にずらせ。週に2度も行くのはごめんだ。向こうの都合だろ。そんじゃメッセージと一緒にぬいぐるみとパイナップル入りフルーツの盛り合わせを送って、それで。静かに黙れ。軽い接触事故に保険が下りなかった。義理の兄に金を騙し取られた。大小問わず手術が失敗した。アルバカーキの私にお任せを。ホールに電話しよう。505-503-4